かこう悪かったのかもしれない、もしかしたら。夜中雨や雷の音、全然聞こえなかったな私一回寝ちゃうとねマジで起きないのよあんまり。最近はね雷の音とかではあんまり起きんかもしれん。あの本当にめちゃめちゃ大きい音なんないと、あのもう近くに落ちてもう数秒後にドガーンっていうような雷じゃないと起きないかも。そんなちっちゃい、そうそうだった、あんまりかな。まあね、雲と共同生活してんの。なんかさっきあの多分ねベランダから入ってきたと思うんだけど、いつもその学校から帰ってきて、まあ、休みの日、まあ、休みじゃなくても、まあ、一回家に帰ってきたりとかすると昼間って結構明るいじゃん。だから昼間は電気、自分の部屋の電気じゃなくて普通に自然光で過ごしてるんだけど、ほんで窓っていうかシャッターをな毎回開けて、でまあ窓はな暑いからさすがに閉めるんやけど、多分最近話したさ、なんかなんだっけ、ベランダに洗濯物干した時に雲がおったっていうあの雲やと思うんやけど、最初なうわ最悪やと思ったんよ。なんかカーテンレールのとこぴょんぴょんしとって、うわマジ最悪と思ったけど、まあ益虫って言ってな、なんか蜘蛛はいい虫らしいから今ほったらかしとる。でもどこにいたかわからん。なんかカーテンのとこにな、さっきまでおったんよ。でもカーテンを閉めたいけどさ、なんかこっちに飛んできたら怖いやん。ちょっとまだカーテンは開けっぱなしやけどです。こんばんはこんにちはとこんばんはをいつもこうどっちに言ったらいいか分からなくて、時間帯で変わるからさ、結構ねこの時間にやることが多いっちゃ多いんですけど、たまにねなんかこう休みの日とかは、まあ、こんにちはの時間帯にやったりとかしてるんで、言うて4時とか5時半とかだけどそんな変わらん。私もね結構ねこの家の周りというか、玄関の外出たら結構ね雲普通に見かけるけん、あんまり驚かんくはなったかな。うっみたいな感じではない、あまた雲やみたいなこんな感じになった。なんか結構この家の周り雲が多いというか、なんかね玄関のまあ他の人のところとかのなんかなんていうの、玄関の扉の下になんかこう隙間じゃないけど、まあちょっと溝みたいのがあるんよな。あのそこになんかめちゃってか蜘蛛の巣が張られとって、ようなんかこうプラプラーンってなんかぶら下がっとる。でかいのは嫌やけど、まあまだちっちゃいやつやから、あの普通に家に出る普通の蜘蛛。でも一回な前のベランダのさ、あの棒のとこにな、でもよく電柱とかさ、あのおる、なんかちょっと黄色っぽい色の、黄色とかなんかいろいろな、あのちょっと足が長めの中くらいぐらいの蜘蛛おるやん、ようコンビニとかに巣張っとる。あれがな張っとって巣を、そんなでかくないけどあの巣はな、なんかおって、なんでこんなとこに家作っとんねんと思ってな、箸でな綿あめみたいにぐるぐる巻きにしてやったそしたら逃げてた。うん、パチパチ言うてた。蜘蛛の巣の糸かな、割り箸でやったらパチパチ言ってた。
かわいそうじゃない、迷惑よ洗濯物干せんくなるもんだって。いや洗濯物にさついとったら嫌やし、蜘蛛の巣とかが気持ち悪い。そや不法侵入やよマジで。でも鼻かゆいマジで。二人暮らしはないけど、一人と一匹まあまあほったらかしとったらどっか行くやろ。どっから入ってきたか知らんけど。めっちゃ静か。昨日な聞いて、昨日寝る前さ、寝る前ってかもうね寝ようと思ってさお布団に入るじゃん。でおはようツイート考えようと思ってさ寝転がろうとした時にさ、まあ上の人がうるさくてゴン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 ずっとよ昨日。マジ何しとんかって思うぐらいうるさくて毎回上の人の悪口ばっかり言ってるんやけどさ、もう本当にうるさくてさ、またあの天井をドンってしたら一時は静かになったんやけど、またさなんかてかもう洗濯機を一時に回すの本当にやめてほしいやばい。人には人のさ生活習慣があるからさ仕方ないとは思うけど、一時に洗濯機を回すのは本当にやめてほしい。うるさいもんゴー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 。なんか別にそんなにめちゃめちゃ聞こえるわけじゃないけど、やっぱ寝る時って静かじゃん、何もつけてないから。だからさ聞こえるわけよ普通にかすかにな。もうその音にしなんかその音でさなんかこう寝ることに集中できんくなってさ、もう本当に私でも昨日はマジでひどかった。もう本当にマジ苦情入れてやろうかなって思うぐらいうるさかった。どん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 マジ何しとるんやろ毎回本当にうるさいのよ。なんかそんな音するものあるみたいな、なんか毎回な物を床に落としとるんかって思うぐらいゴドンって言ったりとかさ、なんかガタ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 言っとるんよずっと。本当にイライラメーターが、まあ、毎回毎回蓄積されて本当にいつか爆発しそう。ドガーン昨日はさすがにそのドンってした時その後静かになったからさすがに気づいてくれたかなと思って。マジでうるさい。うん、夜中に DIY でもしとるんかな、なんか作ってるんかな自分でな。そう、また手のひらでやった。
うるさいですって意味を込めてな。そう、1時よ1時。でもな、もうこのぐらいの時間からちょっとガタガタ言い出すんよ。今はまだ静かだけど、今日はな、比較的夜になるにつれてうるさくなる。一番迷惑やわ。そう、人には人のやっぱ生活習慣があるから、さっきも言ったけどもうしょうがない部分もあると思うよ。でもよ、でもうるさいでもうるさい。だってひどい時なんか歩いてる音聞こえるからな。なんかドンドンドンみたいな。ええ恐竜かなんか住んでるいやなんかな、でもな、録音したら、録音はな無理よ。うるさいのはどれだけうるさくても録音は一回な本当にうるさくて、マジ録音してこう、ちょっと これぐらいうるさいんですけどちょっと注意してもらえませんかって言いに行こうかなと思ったんよ。でも録音して聞いてみたらなんかさーっていう音しか聞こえんくて全く聞こえんっていうね。だからなんかどれぐらいひどい音なのか全然伝わんないのよ。本当に自分の耳で聞かんと。うん。あー、もらってないんだな。転送してあげよう。あ、ちょっと待ってよ。でも、待ってよ。よし、ねねちゃんに台本を送ってあげた。みょうやろの。右上に書いて、ちっちゃいけど左やった。左上に OK。マネージャーかなってぐらい仕事早い。ラララ。あ、うん、なんかショールームの説明のツイッターマークのやつは結構前に終わってるから言わなくていいよっていうのも伝えた一応違うよ、順番に台本送るんじゃなくて毎回マネージャーさんが本当はやってくれるんだけどなんかな、ワイもな期間ともらえんかったんよ。なんか台本とかログインのパスワードとかってありますかって聞いてやっと送ってもらったって感じやから、どういうことって感じだって次回のメンバー把握しとるんやろ。把握しとるんやよ、結構前に。結構前っていうかまあ2日前ぐらいに。神さん、クマのぬいぐるみありがとう。神さん、クマのぬいぐるみありがとう。
からん、何してるんだろうね。いや、いろいろでも、なんだろう、なんか次回のメンバー決まったら早めに送ってみたいな LINE は来たから、把握はしてるはずなんだよね。あー、ブロックしよっかな、マジで。ちょっと毎回しつこいな。で、しつこい人嫌いなんだよね。こんばんは。何回も同じこと言ってくる人嫌だ、嫌い。じゃあ急に変なこと言い出すじゃん、本当に言われてほしいんだけど。うん、次の人なんか早く決ま、なんかなるべく早く決めてほしいみたいな。あ、今じゃないよ。今じゃなくて、そのさやまるから回ってくるよってなった時に、なるべく早くねっていうなんかのは来たけど、台本は言わないともらえなかった。え、どうやって進行していけばいいんですかって。まあでも正直ね、なんだろう、なんか番組スタッフさんがいるわけではないからさ、やっぱ台本もまあ最初に多分作ったままなんだろうし、あ、本当通報しとこうかな、あ、通報ってかブロックしとこうかな。じゃあちょっと毎回本当に通報した。バイバイ。これでストレスがなくなる。まあだって時間とかもさ、別にね、自分で好きな時間帯にやっていいし、まあ最低何分ぐらいはしてくださいみたいなのもないから、本当に自由な、まあ、ショールームで回ってる番組みたいな感じだよね。番組っていうか、なんで企画っていうか、見てここなんかプツってなってんだよね。今日帰ってきて気づいた、多分マスクあれなんかな。なんかやだ、ここ位置がやだ。ゴミついてるみたい。いや、マネージャーさんも多分見てないと思うよ。多分汗かきすぎてちょっとなんかこうできもんじゃないけど、なんかここプツってなっちゃう、汗もみたいな。うん、最近暑いから、今日も暑かったし、今日なんか雨降る予報だったのに降らなかったからめちゃ暑かったんだよね。なのに頭痛いし。ゆかちゃん、クマのぬいぐるみありがくま。ゆかちゃん、クマのぬいぐるみありがとう。痒くない、全然痒くないし、痛くもないし、うん、なんもない。うん、多分なんか、まあ、パパッとコーナーとか、まあそのなんだトークテーマのやつとか話して、じゃあメンバーに電話かけますみたいな、終わってもいいんじゃない、15分ぐらいで。だって特になんか時間指定されてないもん。まあ大体みんな30分ぐらいやるかなぐらいだけど。
そうなの、マスク毎回しとったらやっぱさ、ここら辺口周りっていうか、まあマスクのしとる範囲、こっから下のここら辺がさ、やっぱ荒れるやん、毎回じゃないけど、それが本当に嫌だなあ。でも朝はな、雨降っとった感じやったな。なんか朝起きた時さ、いつもここになんか縦長の窓あるんだけど、私の右斜め前にそこに水滴みたいなのついとったから、あ、雨降っとったんやみたいな。いや、俺もな、ヨヨロって何分ぐらいやればよかったんやっけと思って、なんかこう注意書きじゃないけど、なんかそういうの書いとるやつがあるんよ、台本にな、1ページ目のとこに。でもなんか何分以上はしてくださいみたいなの書いてなかったよな。だからあれ、これ書いてなかったっけと思って。夜中雨すごかった。1時間やってるメンバーもいい、すごい。うん。まあでも4年も続いとったらな、さすがにもうみんな。やっぱちょっと緩くなってくるよな。なんか番組っていう番組ではないやん、そんなかっちりとした。だから、まあ、普通に自分が自分の配信ぐらい。うん。私はマジでなんか自分の配信しとるみたいで、すごい大丈夫かなと思ったけど、なんとか無事に終わったんだよね。眠た。え、寝たのに、昼寝したのに眠い。気になる、ここ。よかよかが懐かしい、確かに。これから短パンでランニングしてきます。いってらっしゃい、気をつけてね。鼻がかゆいよ。だだだだだ。薬とかはないんだよね、こういう。なんか私あんまできもんできない。でもこれも多分あのメイク落としのオイルで優しくこう洗ったり洗顔しよったら多分治ると思う、次の日には。うん、パジャマ配信というかね、私基本帰ってきたらこれ毎回言っとるんやけど、私帰ってきたらね、そのまんまの服で売り切らん人なんですよ。あのなんかかっちりしたというか、別に毎回かっちりした服ではないけど、もうなんか帰ってきたら、まあ最近だとやっぱ汗かくじゃないですか。だからなんかそのまんまでいるのが気持ち悪くて、帰ってきたらすぐ靴下脱いじゃう系の人なんで、着替えないと嫌だ。こういう部屋着に着替えないと気持ち悪い。楽な格好でいたいんですよね、家は。うん。これはもう毎回言っとるか、マジ台本かって思うぐらい。
シャワーまでは浴びない、あの汗拭きシートで体拭いてから着替える。そしたらサラサラやから。やっぱそうよな。なんかまあ冬とかだと別にあんま気になんない、汗かかないし、まあ、この時期はやっぱ汗かくから。でも私は基本どの季節でもやっぱあの帰ってきたら即着替える、部屋着に。冬でもそう、モコモコのパジャマに着替える。じゃないとマジなんか落ち着かないんだよね。なんかこうずっと、まあ、その後にな予定があってもう一回外に出る用事があるならまあまあ1時間ぐらいはこれでいっかって思うけど、まあ、2、3時間とか結構長い間家におって出る用事があるとかだったら、まあ、下だけ着替えるとかね。なんかスカートだったらまだいいんだけど、こうズボンとか入ってたらちょっとなんか落ち着かんのよな。で、うん、汗拭きシートはだから夏場はずっと持っとるよ。基本バッグの中に入ってる。やっぱさ、地味に汗かくやん、この時期とかって。歩いてたりしてもこうじわじわっとなんか嫌な汗がなんか出てくるからさ、本当に嫌いなんだよね夏は。うん、部屋着は結構重要よ、生地。なるべく、あ、冬場はモコモコした、まあ、結構ねプレゼントとかであのジェラピケのパジャマだったりとか部屋着もらったりするんで、ありがたいことに冬は毎回それで助かってます。毎回そのモコモコのもらったパジャマとか着たり、あとはなんかこうパジャマの上からもう一個羽織るモコモコのやつがあるやん、ああいうのを、まあ、いただいたものでなんかこうなるべく寒くないようにしてますね。あと私暖房があの乾燥肌なんで暖房が合わないんですよ。だから冬はなるべく暖房を使わないように着込んでます、めっちゃ。だから冬のなんか芋感やばいよ、私の引きこもり感がマジ半端ない。冬は、夏はまだこうね結構涼しい格好でおれるからあれやけど、あ、まあ部屋着着てんだなぐらいだけどさ、もうね冬はやばい。夏はどんな生地って言ったら言えるか、でもほんとそれこそなんかこう肌触りがさ、サラサラしとるというか、こうちょっと涼しく感じるやつとか、これとかだから結構、これはでも何の生地になるの？ポリエステルって書いてある。なんかあの布じゃなければいい。ポリエステルが 80% これ。あとは綿。まあ熱くなければ何でもいいよね。でもこういうのやと、まあ、洗濯した時にさ、なんかこう毛玉じゃないけどなんかつかんのよ。でまあやっぱ布生地やとやっぱコロコロなっちゃうから、洗ってたらななんかお尻の部分とかさコロコロついちゃうのよ、毛玉が。だから楽だよね、つかない分。
これめっちゃ可愛いよな、アリエル。もらった、いただきました、プレゼント。アリエルのな、わいが人魚姫とかが大好きやから、アリエルのやつもらったの。そう、厚手のやつだと毛玉できるからすぐ。もうさ、最近さ、もう旅行がしたくてしたくてな、インスタの検索欄のさ、なんか行ってみたい何々州みたいなあるわけよ。一度は行ってみたいみたいな、あれをずっと見てあさっとる。あー行ってみたいな、ここもいいなみたいな。海外ではないね国内だね。海外は別にあんまり興味ないかな。なんか行きたいと思わない、海外にめっちゃ行きたいと思わない。国内でいい、全然、むしろ国内がいいなんか知らない、やっぱ言葉、英語とかさ喋れないから、言葉が通じないと難しいじゃん、行くのって国外とか。よし、私はやっぱ日本食がすごい大好きだから、ご飯と味噌汁と海外のねお料理もめちゃめちゃ美味しいんだけどね、中華料理とか。そう、ムーはなんか、ムーをその姉妹で、ここに いつか行こうねって言ってたやつに、ムーをな連れて行くとな、やっぱワンちゃんってさ、長いことやっぱこう外におったりこう連れ出したりすると、やっぱストレスというか、まあ、やっぱ疲れちゃうじゃん。だからいや、ここにムーを連れて行ったら楽しいやろうけどな、疲れたらかわいそうやしなとか思ってさ、まあ、妹にな、妹が一番やっぱこう今ムーちゃんのお世話というか、ムーちゃんが結構妹のことが大好きやから、ムー連れてったら疲れるかねみたいな感じの LINE を送ったら、いや大丈夫じゃないみたいな感じやったから、まあね、いつか行こうねっていう話をな、予定が合えばって感じで。ムーはあんま車酔いとかはせんタイプやとは思っとるけどな、基本なんかこう最初らへんとかはこう自分でな、助手席にワイがいつも座るから、まあ、当たり前なんやけど運転できんしほんでムーちゃんが窓の外になこうちょっとだけ顔出してなんか外ずっと見とったりとかで、疲れてきたらなんかこう寝たりとかああそう、なんかムーちゃんのバギーあるみたいで、それも持ってって、まあ、疲れたらそれを押しながら散歩させればいいかなと思って。でもずっと歩くのもな、まあ、足が短いから多分疲れるやろうしな。
うん、まあ、ムーはそんなにあのそこまでその車から外を見るのめちゃめちゃ好きってわけではないけど、まあ見てるかなって感じ。プーはめっちゃ好きやったね。プーは本当にあの外見たくて、あの窓ガラスにあの自分の濡れた鼻でお絵かきするぐらい好きやったよ。39分か、そろそろ終わろうかな。シュワシュワー、もうカーテン閉めていいかな、そろそろ。もう急に雲が飛んできたら怖いよな。なんかおってもいいけどさ、知らん間におらんくなっとってほしいよな。まだおったんみたいな時あるやん、たまに。え、まだおったんみたいな、あれやめてほしいよね。あー、こちらこそまた遊びに来てください。毎日配信してるんで。よろしくお願いします。ありがとう、言いに来てくれて。鼻かゆ、マジでもう無理、鼻がかゆすぎる。黒に羽があったら私こんな冷静でおらんよ。家の中におらせるわけないや。こんにちはしたらもうしょうがないよね。それは運命やと思っていただきたい。いや、花粉じゃないよね。私多分マスクで、あのちょっとな、あの多分あれなんやと思う。それ繊維とかが鼻についたらすぐこう過敏に反応しちゃう。だからメイクしてる時とかも結構なんかそういう鼻周りが気になるんだよね。あの痒くなるというかさ、なんかこうすぐ繊維とかがついた、あ、繊維ついてるみたいな。アレルギーまではいかないけど、まあなんかちょっとそういうのがあるんやと思うよ。調べたことないかわかんないけどね、自分が何のアレルギー持ってるのかわかんない。でもなんかそのアレルギー、なんかジンマシンができるとかさ、そういう体に反応はないけど、まあ鼻が痒くなるぐらいなんじゃないかなって思ってる自分で。しかもマスクをさ、やっぱずっとつけてるじゃん最近は。でもそれでちょっとやっぱ敏感になってんのかもしらん。うん、ああ、制服の目公演、あのまた再開が決まればぜひ見に来てください。まあ、多分一時まだ、うん、また制服の目とかできないだろうけど、その大人数での公演というか、16人ってやっぱ多いよね。うん、まあまあまあ、いつかはまた多分再開するとは思うんですけど、まあ、まだね、再開の目処が立ってないっていうのが状況なので、再開の目処が立ってない状況なので、
い、また明日も見に来てくれると嬉しいなと思います。いやでもさ、なんかせっかくさ制服の目をさまたみんなでこう覚え直してというか、レッスンとかさ始まる前に結構長いことぶりだったじゃん。この間、この間っていうかその一時コロナでずっとできなかった時期、ほんでまあまたみんなでこうレッスンとかしながら、まあ、再開できる形にはなったけどさ、またできんくなったからさもう忘れちゃいそうで本当に怖いんだよね。いやダンスとかは意外と覚えてるわけよ、長年やってたから。でも立ち位置がさ、やっぱこうダンスだけじゃないから覚えるのって、立ち位置も何番とか覚えないといけないから、それが一番大変だよね。何番やったっけ高校みたいな。まあ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 、またいつかできることをね願って、コールはできる日が来るのかって思う感じではありますけど。次から翌日の2連続公演はなくなるみたいな。全国、え、どういうこと？ん？2日連続はないってこと？翌日の2連続公演はなくなる、2回公演がなくなるってこと？え、どういうこと？2日連続がなくなるってこと？そういうこと？こんばんは。もうすぐ終わりますけどね。お腹すいた。あ、2日連続がなく、そうなんだ。なんで？なんで？とか言って。え、公演自体がじゃない？なんかまあ始まったとしても、その2日連続で制服の目この日やっても次の日も制服の目があってっていうのがなくなるってことじゃない。感染防止で学園の飲食も基本、あ、まあそれはそうだった。この間撮影した時、楽屋で食べたり飲んだりは、え、でもな、え、公演さ、もし始まるとするやん、飲食禁止って結構きつない？きつ、まあそれぐらい徹底せんとな、無理なんやとは思うけど、飲食は、え、きつ。きつすぎ。では、え、じゃあ公演前に出るお弁当とかもなくなっちゃうんかな。だとしたら結構きついよ。わかんないわかんない。ただ公演中の水はいいと思うんだよ。ただまあそのまあメイク中とかにドリンク飲んだりするのダメ？わからんな、どこまでがこうあれなんかがわかんないけど。飲食禁止結構きついな。
なんて生きづらい世の中、やだやだ、もう制限されるの本当に嫌、なんでもかんでもさストレスだわ。ええ待って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 、ないじゃん、あれないじゃん、あれれあ、間違って消しちゃったな、いいか、なんかメッセージの携帯のメッセージ機能の方のなんか消したらいけんってわけではないけど、今まで消してなかったやつ消しちゃった、へへ。いや、おしゃべりしながらっていうか、もう楽屋内で食べるのが、食べたり飲んだりするのがそもそもダメみたいな感じだったよ、書き方的に。なんかメンバーに来たんだけど、マネージャーさんからそういうなんか今後の対策としてみたいな感じのやつを、なんかでもそんな書き方だった、なんかこう話しながら黙食はありですみたいなのは書いてなかった。だからもう本当に食べたり飲んだりするのがダメなんだと思う。でもじゃあ、もし公演始まった場合どうなるんですかって感じやけどなだって私とかさ、まあ、平日は学校があるわけじゃん。平日にまあ公演が入ってた場合、昼に終わるから昼ご飯食べんとさでも食べてから行く？逆にそっちの方が危なくない？むずっ。まあ、これはな、裏の話やから別にファンの人とする話ではないけど、まあ、今後なんか多分まあディスタンス取りながらとかなんかな、公演が始まったりしたら、でまあ場所を変えるとか、まあ上に会議室とかさあるから、なんかそういうとこでバラバラで食べるとかなんかな悲しすぎ。いやー、どうなんだろうね、もう分かんないけど、まあとりあえず、まあ、まあ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 、いつ再開するかも分かんないんでね。まあでも何か対策はしてくれるんじゃない、そういうこうあのなんかあるじゃん、透明のなんだっけ、あれ壁みたいなやつ、よう最近置いてあるいろんなところに、ああいうのしてくれるんじゃない、仕切りみたいな、あそうアクリル板とかやってこう仕切り作って、楽屋で飲食してもいいよみたいな。でもそんなんしてくれんと無理じゃない一切ダメって言われたらもうきついよ。じゃあ黙食は別にいいんだけど、今の現状多分あの楽屋で飲食がそもそも禁止って感じだから、あの喋ってなくても今はね、公演が始まったりしたらどうなのか分かんないけど、アクリル板とかでやるしかないよな。でもだってそんなね、まあこの話はもう終わりにして、配信もそろそろ終わりたいと思います。じゃあランキングを読んでいきたいと思いますが、これはランキングはこれで合ってるのかな、なんかな、最近ってか、なんかよくメンバーがリーヌさんがお菓子を楽屋で食べてるのが癒されますみたいな言うけど、マジで最近食べてない、楽屋でお菓子をお菓子をそもそも持ってってない、最近ってかここ何年か、マジで
たまに持っていくってか、あの入ってることはあるけど、あのなんだ、そもそもあんまりお菓子を買わなくなったんだよね、公演の日に。なんか前はほんと毎日のようにポテチとかいろいろ持ってってたけど、最近はないかな。いや、ポテチ専用バッグっていうわけではないんだよ、別に。ポテチを入れてたからなんかそういう感じにメンバーが言ってたけど、ポテチ専用バッグではない。ただ単に普通にメイク道具とかも入ってるし。あれは正直持ってるよね。そんな袋を持った覚えはない、私は。まあでもそんな感じに見えてたのかもね、ポテチが入ってたから。なあ、昔は本当にでもなんかこうポテチ持ってたよ。昔はっていうか、まあ、まあなんかね、学校は今リュックで行ってるんだけど、まあ、リュックでその仕事場に行ってた時もあったし、まあ、荷物によっては結構手提げで行ってた時もあったから、手提げの時はチャックとかなんもないからさ、ポテチが入ってたらやっぱ目立つじゃん。中身見えるし、手提げは。だからそのなんかそういうエピソードが生まれたんだと思います。はい、ということで、配信はこれで終わりたいと思います。キリの悪い話でごめんね。壇上の方を読み上げたいと思います。13位田沢さん、12位中野の健二さん、11位立花隼人さん、10位マッキーさん、9位おチャンネルさん、8位あゆそんさん、7位ニコライさん、6位みやなおさん、5位ほえさん、4位としぼうさん、3位ゆかちゃん、2位かみさん、そして1位がいけぽんさんでした。ありがとう。はい、その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さんもありがとうございました。また明日も見に来てくれると嬉しいなと思います。明日も学校頑張ります。明後日もね、まあ行かないといけないんですけど、授業ではないんですけど、ちょっとなんか行かないといけなくて、あーゼリー、いつでもできるよ。ゼリーは今冷やしてるから、全部じゃないけど数個冷やしてる。ありがとうございました皆さん。なんか気づいてた。では終わりたいと思います。バイバーイ。さよならー。